松ガイスチャンネル。その木が滑るで気をつけてな。ウッドオパールの谷に来ました。大丈夫か。ちょっと崩れるよ。まあ崩れた。気をつけてな。とりあえず今、ウッドオパールらしきものが見つかりましたので、なんとか。ああ、ウッドオパールだ。オパライズド。オパライズドウッド。オパライズドウッド。ちょっとね、ピントが合わんような気がする。合っとるこれ。合っとる。ウッドオパールです。うん、運がいいな、まだあったな。ね。こんなに早く見つかるなんて。なんか。ここ滑ると思うので気をつけて。とりあえず上行ってみようか。ここだぞ。ここがよ、一番最初に発見したとこ。ここだ。あの一個から始まったでな。そういうとこにあったの？持ったら重くて、まあいいやと思って、こう持ってって、こうこれって、うん、なんだと思うっていう感じで、うん、白樺って言って、うん、でも重いねって言って、うん、ちょっと見せてみろって言って、うん、持ってみたら、まあ、こんだけ寒くなったら誰もいないと思うんですけど、怖いですねやっぱり、まだには。オフィサレクソーの落ちてきたやつ。よかったな、でも一つでもあってな。半ば諦めながら来たんですけども、一つでもお見せできて少し安心しています。もうちょっとよく見てな。火山灰に覆われとるで。これイノシシだな。これ多分イノシシです。うん、それチャート割れたやつな。向こう行った方がいいかな。向こう行った方がいいわ。これは違う。うわ、なんか果物だ。これアケビだ。アケビ。アケビの、うん、腐ったやつ。この辺りは昔も見たのかな、覚えてません。お酒飲みすぎて足に力が入らんて、もう無理だ。懐かしいな。気をつけて、クモの巣。クモの巣が顔にかかった。クモの巣が。甘くなると上がれなくなっちゃうでな。
った？ちょっとだいぶ渋いけど、これそうだな。はい。わかる？うん、わかる。はい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 。そうだね。この辺ちょっとね、うん、質はあんまり良くないんだけど、まとまってあるぞ。うん。ちょっとそういう毛振りが。ね、あ、あ、そう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 。この辺も多分毛振りがあるだろ、そういう。ああ、そうだね。これもそうだろ。うんうんうん。これさ、割れば綺麗かもしれんよ。綺麗かもしれない。あ、これ割れば綺麗だよ。うん、毛振りがあるぞ。ひょっとしたらこれ。本当だ本当だ。あ、でかいのか。なあ。うんうん、この辺ちょっとまとまって、うん、まとまってありますけど、うんうんうん、うれーわー嬉しい。あ、ちょっと質がね、割れば本当に綺麗かもしれんよ。質がさ、わからないけど、これもそうだろ、うん、これもそうだな、ここにもあるぞ。さあ、これ。そうだね、そうだね。あ、うんうん。黒いんだよな。ちょっとね、黒い。これもそうだな。そう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 。そう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 。それそう。うん。質がな。質がちょっといまいちだな。もうないか。これはあれだね。それももう劣化した。これもそうなんだけど劣化した。これもそう。これまで綺麗な方。めっちゃ割れてない。やっぱこういうのそうなんだな。うん、独特だやっぱな、皮まで。これもそうだな。それもそうだな、うん、これもだな、うん、この辺りから来ているようです、うん、ここだな、この辺がそうなんだな、この辺から来とる。やっぱりあったぞ。あれ、あ、そうだ、それだ。これそうでしょ。これ。うん、ああ。そうだな。これ。そうだね。そうだね。あ、綺麗、綺麗、綺麗。うん。綺麗な方だよ。まあ、まあいいか。綺麗な方、綺麗な方。うん。かわいいな。うん。かわいい、かわいい。めっちゃいい。ちょっとピント合ってないでピント合わせるわ。どうして。すみません、ピントが合ってませんでした。ピントが合ってませんでした。ちょっと新しいカメラなんで、また研磨してみるかもしれません。これ綺麗だよ。雨が降ってきたんで引き上げます。はい、食べて。いただきます。はい。うん。うまい。美味しい。ということで、本日の収穫は。このウッドオパールでした。もともと平面に近いから磨きやすいな、うん、磨いてみようかな。これはこれはこの中央は、あ、ちょっと色が違うのかな、うん、うん、業界が、うん、ということでした。ではまた。あ、今日はアイキトンネルの探索っていうかな、やってるみたいです。やってみたい。やってますね。